スーパージュニアのイトクがマネージャーとなり、トロットグループをプロデュース。芸人のキムシニョンと共に最強のグループを誕生させるべくプロジェクトに挑む。ビックスのケン、NCT127、ペンタゴンのフイなど K-POP アイドルが続々登場。最愛エンターテインメント、日本初放送。